やるか。エペで、エペでいこう。いや、ちょっとマイクラから始めようかなと思ったけど、23日しかないから、レベル110まで上げんといけんのに、23日で、57。57。ってことは、1日平均2レベルずつ違うな。それ、2レベル上げて46だろ。さすがにやばいよね、それは。やっとかんと。梅桃さん、こんばんは。いや、もうすべてが後手後手に回って、もう、いっぱいいっぱいよ。朝から配信やって、その、原神のバージョン 2.8 を、18個のアーカイブに分け、すべてをアップしてきた。そして今日は、先週の振り返り動画も撮った。他何もできんよな。いや、まあでも限定だからな。あと2日間だけど、撮影に明日行かんといけんな。エペ、なんかイベント始まってますか？いや、始まってないんだけど、バトルパスがあと20何日で半分もまだ行ってないから、さすがにやばいなと思って。ちょっとやってる。バトルパス110まで上げんといけない。で、今確か53くらいレベル。私がジャンプマスターね。あんたたち全員飛ばせてあげる。いや、調査キャンプかな。ここに着地しましょう。オーケーです。自分が上げたいと予定してた動画全部上げられて大したものです。もういっぱいいっぱいだけどね、本当に。ただやっぱり結構普段と比べ再生されとるから。あ、そこのモチベはあるよな。全く再生されない動画をこのペースではやっぱり上げるのはモチベが続かんからな。
バックパック。クラフト中だ。待ってくれ。バックパック作るか。でなんか先週の振り返りの動画がギリギリになりすぎて多分画質がさまだ荒い状態でアップしちゃってると思うわ。 HD 画質が用意されてない状態で多分アップしちゃってると思うんだ。ロカッとデコイで騙してやるかね。あのケアパッケージにはいい装備が詰まってるはずだ。スコープを発見。スナイパー用だ。ライトアームを発見。それもらっておくわ。センチネルか。拡張ライフル陣を発見。レベル3です。これが欲しかったのよ。スコープを発見。中距離用よ。それ欲しいです。スナイパー系の、あれ？スナイパーの表示が消えたな。どこだ？これが欲しかったのよ。持ってきてくれたんか？持ってきてくれたっていうことでいいのかな。では中でやってるわけじゃないよね。持ってきてくれてるの OK。 ありがとう。優しいのね。ありがとう。ちょっとあれ取り行かんときゃ。ジャンプドライブを投げるわ。こんなところに。ありがたいけど、私が何かしたかしら、オビ。いいことじゃないわよね。新しい敵の姿を確認できます。と、いいぜ。敵をダウンです。ナイス。ちょっと待ってよ、急げ。人騙しするか。デコイを活かせる。ジャンプドライブを使う。危ねえ。悪党がいるぞ。攻撃を受けて。あるか。敵のシールドを粉砕しました。シールドをリチャージしています。
ガラス…あ、夢未来さんこんばんは。では黄色いだるまたちをありがとう。自己名誉です。あ、ハッピーありがとう。敵がダウン。デコイを出す。待てよ、デコイじゃない、確証は敵を仕留めた。お前は頼りになるな。ベールの向こう側をご覧ください。リングが閉じるまであと1分。まだデコイで騙してやる。見えねえ。あ、もう二人考えてんのか。あ、画質気になるのかと。土曜日のイベントの。やばい。キャンプタワーないっけ。あ、ここなんかおるな。攻撃が来た。何発か食らっちまった。あ、これラウンド3か。粉々にあそこに敵がいます。
しましょう。よし。回復。あ、これあの上おる？ベールを通して俺をもう一人送り出す。たくイケメンだな。攻撃されてるわ。やべ、上におるな。シールドをリチャージ中。45秒でリングが閉じますよ。いや、メトロ隊が来てるぜ。敵のシールドを撃たれている。出血しています。敵が、ここに敵がいます。こっちに敵スモークです。あぶね、え、仲間どこ？上か。警告、リング閉鎖中。リング閉じるぞ。ケアパッケージ。やばい。ハット手当てをしよう。おい、見ろよ。ケアパッケージが来たぞ。あれ？落ち着け、俺に任せろ。が見える。デコイでドカン。シールドリチャージ中。危ない。フェニックスキットを使うわ。キルリーダーを倒します。やばい。あぶな。リンが近い。あと一歩シール助かる。ショップが開いたわ。リック専用よ。回復。ゲットし、進化シールドを発見。レベル5よ。フェニックスキットを発見。お目が高いわね。いいセンスしてる。ベース部隊から撃たれています。あと3。射撃開始です。ありがとう。敵のグッズ攻撃が来た。食らっちまった。マヌケな奴らは騙される。もっと残り10秒、悔やシールドリチャージ中。そこか。警告、リング閉鎖中。騙されたな。テルミットグレネードを投げた。こうでな。敵がダウン。シールドリチャージ中。シールドリチャージ中です。シールドリチャージ中。わかんねえ。危ない。ここに敵がいます。シールドをリチャージする。
シールドをリチャージしています。キルリーダーになった。珍しい。小さいのが少ねえな。ここで下おるな。おい、危ねえ。右に置くか。ブラックマーケット使いたいんだけどな。部隊が全滅。さあ、どんなものを置いて。残り30秒です。食らったわ。シールドをリチャージしています。シールドをリチャージする。あと10秒ですよ。敵の姿を確認しました。下におるな。おい、やったー。え、結構いった。結構いったぞ。珍しくエーペックスのチャンピオンとなりました。どんな感じよ。1909キル、珍しいランクで。クリティカルヒットだったな、自分にしては。コメントも、ハッピーを、あ、ハッピーありがとう。黄色いだるま、梅桃さんと夢未来さんからいただきました。ありがとう。半分くらいまで見ましたが、質は特には気になりませんでした。あれね、先週の振り返りね。330ポイント、最後の順位のスクショを送るの忘れてました。ちゃんと写してありました。なるほど。振り返りの動画見て気がつき、確認したらちゃんとありましたね。すいませんでした。いや、とんでもない。プチウメモモさんが、あ、でも俺がダウンロードし忘れてる可能性もなくはないよね。プチウメモモさんが黄色いだるま、モデレートさんが黄色いだるま、そしてフクロウ、ありがとう。フクロウ出ました。
マリラさん、黄色いだるまと豚をありがとう。で、ハッピー受け取りました。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。チャンピオンを梅桃さんとプチ梅桃さんからいただきました。ありがとう。ディスコ見に行きました。送ってませんでした。まあ、あるある。ありがとう。まあ、上位に入ったっていうことは伝わるから。OK。エーペックスプレーでは、キルリーダーとしてゲームに、兼チャンピオンとしてゲームに勝利、珍しいのもらったな。で、結構いい勝負ができたらマイクラに移動しようかな。くどくのは勝った時のために取っておいて。私行ってきます。いってらっしゃい。ありがとう。武器がない。ベールを通してお見せします。次のリングは遠い。さあ、アイテムを奪いながら移動するわよ。新しいキルリーダーが確定しました。ああ、新しいキルリーダーね。早く会いたいわ。向こうに敵がいます。攻撃中です。撃たれてる。センスしてる。
あー惜しい。わ、今のやれんといけんやつ。あー、いやー、やられたか。いや、今のはやれんといけんかったな、俺がな。やっぱスピファ初手もともとのマガジンがでかいから、そこはええわな。まあマイクラ移動するか。2マッチプレイするクリアしたし、 OK。 ちょっと移動しよう。エペもな、やり始めたら割とダラダラやれるゲームではあるんだけど、バグマスさんこんばんは。ちょっと今移動中ね。